住友赤平高等工業学校はかつて北海道赤平市あざ赤平485に存在した私立高等学校。北海道赤平市では唯一の私立高等学校であった。住友赤平高等工業学校は将来の住友を担う中堅技術者を養成することを目的として北海道赤平市に1958年2月に創立され、 開校は4月7日。創立当初は、住友赤平工業学校。姉妹校に、住友本別高等工業学校があり、同時に、三笠市本別に創立され、1958年4月6日に、開校。創立当初は、住友本別工業学校。校訓は、出日合憲の寄付と和を重んじた、不等福津和中共同の精神であった。 住友の理念である信用と誠実は住友グループ全体に掲げられていて誠実が住友本別高等工業学校の校訓となった。修行年限は全日制3年。全校生徒に制服と生望、奨学金などが支給される特典が与えられた。1年生は滝川市にある陸上自衛隊で体験訓練が5日間ほど実施される。 三年生は、二週間の修学旅行が行われ、京都、奈良など、ことや、旧書名跡巡り、その他東京本社、大阪市社への訪問、住友関連会社や、工場見学なども含まれた。各学年とも、月額三千円の地に増額された、奨学金が支給された。一学年月額八千円、二学年月額九千円。 三学年月額一万円入学金及び授業料は徴収しない。制服と制房を入学時に現物支給する。通学交通費、宿り記者費用の一部を補助する。適正に応じて電気、機械要員の教育が受けられる。一定期間を経て選抜により職員に登用される。ただし、基本的に各工業所で三年間の勤務が義務付けられた。 ありがとうございます。